ね、チュートリアル教えてくれるね。さっきね、あのちょっとね、5秒ぐらいね、コントローラー触っただけでもう全部覚えてたからね、そうさ。もうね、指示中できない全部知ってる。知ってない、知ってない。それね、行き止まりだよ。ほんとだ。それ行き止まり。助かった。行き止まりなのか分かんなかったもん。そう、ほんと？うん。で、行き止まり、それ。おー、来たー。来た？それ2階だよ。ほんとだー。2階だ。すごいでしょ。すごい。このなんか柄すごくない？床の。そうなの。あ、あのうんこみたいなのは？それダメ。金の杖。じゃあ、無視するね。無視して。いいんだよね。ダメだよね。ちょっとスライムでさ。ダメだね。これ振ってみてもいい？いいよ。これはそれはね、バジルーラの杖だね。バジルーラの杖、それはね、どっかに飛んじゃえってやつだね。オッケー、名前変える。名前変えよ。これは、どこに飛んでいっちゃうの？それはね、ランダムなんですよ。あー、そうなんだ。ランダムなんだよね。教えて。ランダムだよね。ランダムだよね。教えて。間違ったこと言いたくないか教えて。そしたらさ、おかゆ？ん？ちょっとさ、ポーチの中がさ、うん、ちょっと荒れてるんじゃありません？荒れてる。そうしたらさ、Y ボタン押してごらん。おお。ねえ、すごいでしょ。綺麗綺麗だったね。綺麗だった。さあ、それね、やった方がいいよ。すげえ。うん。それ強いよ。強い？そしたらバシルラ、あ、バシルじゃないや。ライデイン使っちゃってもいいかもしれない。あ、そうだね。一個下がって。うん。ライデイン。ライデインないんだよね。おー、強い。強いよね。めっちゃ強いじゃん。そうなんだよ。え、これ18ダメージ固定？固定じゃなかった気が。固定じゃないよね。固定じゃないんだよね。それは、これ何これ？ビスケットみたいな。それはワッフルなのだ。本当？食べれるのだ。本当？嘘。え、でももう降りれるならそこから降りてもいいけどね。ダメージ受けない？受けないよね。え、一回でもさ、あのさ、失敗することが大事だよ。分かった。そうやってね、あのねえ、5ポイントあ、これ強いんじゃない？これ強い、これ強い。これ試練でもね、強い。試練でも同じやつなんだ。これじゃあ捨てて、投げる。もう持ち物いっぱいだね。いっぱいだね。あ、いいね。ね、操作が早いよ慣れてるじゃん、慣れてる。でも、それは強い、それは強いね。それ強いな。またレミリーマイ、レミ、僕が言う、あのね、レミーラって言うんだよ。レミーラや、もう読んじゃおうか。はい。いいな、いいな。ねえ、クソ一個食べちゃおうかな。おかゆ、おかゆ？ん？そろそろ整理したくなりますよ。あ、そうそう、いいな、いいな。もう、もういいんだよ。これから慣れていけばいいね。そうだね。うん。うわー、ワープすんのかー。効率めんどくさいなー。あ、いた。取り返したーやったー。コロさん食べるから静かになってる急に静かになって、何してんのかなと思ったらめっちゃ食べてた。おいい。地下7階。あ、銀の矢だって。銀の矢はね、取っといた方がいいんですよ。強いんだ。なぜかというとですね、うん、それは連なってる敵がいるじゃないですか。あ、貫通すんだ。言わせろ言わせろあ、使うとね、まだ1個なんかあれだよ、なんか置いて、うんうん、使っちゃおう。これでもさ、1下がってるけど大丈夫？大丈夫。上限が上がるんだ。大丈夫なんだよね、大丈夫なんだよね、大丈夫なんだよね、みんな。教えて、大丈夫なんだよね。毒消し食べてから、本当大丈夫じゃない？大丈夫、あのね、毒消しを食べてから、あの、力の種は飲んだ方がいいですね。あ、地獄耳きた。あ、きたね、それはね、まあ今は使わないで、次とかに使おうかな。オッケー。うん。力の種は、回復してからだよ。そうだね。わかったか？わかった？おがゆ、帰り道もあるからね。帰り道？そうだよ。何帰り道って？え、あの、1回まで帰らなきゃいけないからね。何それ？え、試練って違うの？試練はもう一方通行しかない。え、そうなの？帰ってこなきゃダメなの？そうだよ。めっちゃ大変じゃん。え、さあ、試練と違うのか。試練はね、1回行ったらもうそれで終わり。あった、もう帰れる、それで帰れる、もう。おなんだそれ、すごいな。運が良すぎないか。なんかさ、コメント見てたらさ、うん、みんなさ、コロニちゃんよりうまい、コロニちゃんよりうまい、コロニちゃんより安定している、コロニちゃんの時よりも安心して見ていられる、何も指示することがないとかさ、もうみんな言いたい放題だな
僕完全初見なわけじゃないからね本当に。でもうまいね。なんだろう、だって試練と違うところもあるでしょ。あるあるある、試練はやったことがあるからね。サクサクて気持ちいいだって変態変態たたたたたた、眠くなってきた？うん、くっつきたいだけ。くっつくとでも門松が、コロさんの門松が。おいしい。ああ帰ってきたよ。あおかえりー。これは？それ強い、それ強い。お強い。すごーい。あれ。こっちこっちこっち。さんの風間門松今日動かんの？さっきだったのにうるさいって言われたんだ。動かそうかな。そうだよ、せっかくだからね。地面同士に当たった。ハクション。なに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 ？おお。動いた。動いてる。かわいい。いいね。12回。ピロピロリッポ。ピロピロピピロピロ。モンスターやばくない？あ、イオ使いましょう。コロさん寝てる。コロさんが寝てた。今コロさん寝てた。寝てない寝てない寝てない。目がくるんくるんなる。寝な、コロさん。やだやだ、だって帰っちゃうの人。まあね、アドル猫さん。ダンダン、え、次いつ来るの？次いつかな。でも今月忙しいからね、残りの日は。ない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 。コロさんも忙しいでしょ今月は。暇暇、もうなんでもキャンセルキャンセルキャンセル、全部キャンセル。これ火炎草をさ吹いたらさ爆発する？いや一回消し飛ぶと思うよ。消し飛ぶ70でしょ、うん、相手の力が70だから。ちょっと待って、やってみようかな。爆発したら面白い。やべえ、もう音切りだ。面白すぎる。やべえ。コロさん、自利品だよ僕。こうなったの？もう12しかない体力が。大丈夫だよ。本当？うん。じゃあ行くか。大丈夫だ。ピッピッピ、ここで誰かと出会ったらまあ一撃で死ぬ可能性あるけどね。でででででー、あー銅の剣は鉄の斧の方が強いのかな。ぽい読んだもんね、うん、こっちの方が強いね。シャカ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 、おっといててて強っ。オッケー、おーめっちゃ経験値もらえた、イエーイ。ね、もう寝んな。じゃあコロさんが寝るということでね、よいしょ、僕がよいしょソロの配信になりますけれども、よいしょ、待ってね、コロさんの門松をねちょっとここら辺に。おやすみおやすみ、コロさんはねんねんの時間です。鉄の金庫、これを持っていればモンスターにやられてもゴールドが半分にならないの。あ、そう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 。いらねえ。なんで？だって僕のお小遣いは全部ネネに持ってかれるから。あ、確かに。でもネネそれ持っといたらいいんじゃない、ネネのために。いらねえ。ネネとコロネだったらどっちがいい？何においてお弁当の作るうまさとか、うん、一緒にゲームしたりするやつ。ネネは一緒にゲームやってくれるかな。やれないよ、あいつは。あいつはやれねえ。なんかあったネネと。あいつはとんでもやれねえって。いや、コウネを選んでほしいだけ。なんでとさ、なんで即答できないの。いつもおかゆ、いつもそう、いつも即答しない。なんでコウネだよって言えばいいじゃん。嘘でもさ、なんで言えないのそれが。またさ、いやコロさんは、うん、なんかそうやって言った時に返答が面白いから、うん、なんて言うかなってね、ちょっとね試したくなっちゃうんだよね。なんじゃ、実は実は実は。何実はって。え、本当のこと言うと、
というと、ザキヤマみたいな返し方をするなよ。からのみたいな、やめろそれ。